美和温熱法の実際温熱中は体質が美和温熱法に合っているかどうかを判定していることになるので周りのものは静かにしてあげることが大切です美和温熱法が自分の体質に合っている場合は大変心地よく行えることが特徴です気持ちよく入れない抵抗感がある暑苦しいなどの場合は 体質に合っていないことが考えられるのでもう一度体質判定をし直してみてくださいしかし次の場合は体質が人ど構成性であっても熱に抵抗があるので温度を切ったり入れたりするあるいは手だけを外に出して楽な状態で行うようにしてください1アトピー性皮膚炎などのように皮膚の損壊があって外からの刺激に敏感になっている場合 高度が過ぎて異常に熱性化している場合毒素が一気に溶けて流れ出すために気分が悪くなると考えられる初回15分2回目20分3回目30分という具合に徐々に長く入れるようになる3部分的に熱い痛みが出てくるこれは体の悪い部分血液の流れが滞っている部分に ここのような症状がが出ることが多い。そのような時はその部分を軽くマッサージするだけで暑さを感じなくなる温熱法を開始して20から30分過ぎる頃から発汗が始まりますこれもまた感染の開き具合でまちまちなのですが2のような詰まりがひどい場合には最初の2から3回は全く汗が出ない人もいます 汗が出だすと楽になるのですが、汗が出ないうちは暑さを強く感じます。そのような時でも無理をせず、早い時間でもいいから終了するようにしてください。または温度を切って、余熱状態で入るなどもよい。ビワ温熱法の場合は、できれば、スッと図の通りで、うつ伏せの状態でも、30分ほど先に行うと、さらに効果的です。うつ伏せ 30分、仰向けに切り替えて20から30分といった具合です。温熱法の時間は、普通、その人の感覚で無理のない時間にするようにします。気持ちがいいからといって、欲張って入り、杉もよくありません。うつ伏せ、30分、仰向け30分ぐらいが限度です。温熱中 額に吹き出た汗を拭いいいててあげる心遣いも忘れてはいけません。頭部のほぐし、つごを行ってあげると、仙骨液の流れも良くなって、一段と爽快感が出ます。一親指をこめかみあたりに添えて、頭部後ろ首から、盆ンのくぼにかけて、残りの指で滑らすように、前後にマッサージする。二頭腸を中心に、まんべんなく親指で押す。 うつ伏せから仰向けに切り替わる時温熱終了後などビワ茶健康食品による体質判定を産号や水を飲むなどして水分の補給をしてください温熱中に飲むビワ茶は美味しく排毒を促進させる意味においても有効な手段です温熱法終了後は血液の循環が良くなっています涼しいところで体のほてりを沈めましょう 着替えもゆっくり慌てないで行動してください。また、のぼせが強く出たとき、息苦しくなったときは、心臓の裏側をマッサージしてあげてください。温熱法をしたあとも、ビワの葉の成分が体に浸透して作用しますのですぐにシャワーを浴びたりしない方が良い。また、ビワ温熱法の回数は、特別の場合を除き、週に2、 3度でで十分です。その他、びわ温熱法と合わせて実行すると、良いものに、HN 温熱法、勝石健康法、びわ食品などが挙げられます。それぞれの欄を参考にしてください。